アルマジロリピートとは、症状場へのセグメントポラリティ遺伝子の遺伝子産物、アルマジロから見つかった配列で、タンパク質間の相互作用に重要な役割を担っていると考えられている。アルマジロという遺伝子産物から初めて見つかった42、45個のアミノ酸からなる繰り返し構造であるためアルマジロリピートと命名された。アルマジロの脊椎動物ホモログであるベータカテニミア、 p120 の他に、人のがん抑制遺伝子 APC や、核内輸送に関わるインポーチンなどにこの繰り返し、構造が見つかっているため、がんの研究においては重要な位置を占めている。類似の構造を持つリピート配列として、ヒートリピートがある。 87182プミド9298899アンドラード MA ペトサ C オードンナヒュー SY ミューラー CW ボーク B コンパリソンオブアームヒートプロテインリピーツ J モールバイオル309 1から18プミド11491282ありがとうございます